いるのかゾンビ。なんかいるわ。拾わないんかい。行ったんちゃうか。自爆するの。ちょっと待って、一回逃げようよ。ここどこ。もう道がわからん。頑張れ。今年もスチームのセールがやってきました。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。グロとホラーの英才教育こと藤田美代です。はい、今年もねスチームのセールがやってきました。私もですね、何を買おうかなと、今考えております。まあ欲しいもの結構あるんですが、本当にねこの夏のねセールが一番安くなるので、今のうちにね欲しいもの買いだめしといて、またね動画新しいの作っていきたいなと思います。はい、というわけで、バイオハザード0続きからやっていきましょう。前回ね後ろのね、今ちょっと見えないですけど、後ろのドアが、開きましたので、まあそこに行くのかな。あとでもあれだよね、なんか鎧のドアが多分開いてるので、そこも見ていきたいなと思います。やばい。また久しぶりで操作忘れた。あれ、なんかどっかさ、鎧のドアってあれ1個だけだっけ？なんか他にもなかったっけ？どっか。ここいけないもんね。ちょっとマップを見よう。あれ、これは違うよね。あれ、もう全部行ったのか。ん？あ、違うか。開いてるドアは黄色になるのか。行ったとか行ってないとかに関わらず。あれ、なんかどっかまだ見てない部屋があったような気がするんだけど。気のせいかな。いるのかゾンビ。いるっぽい、いるっぽい。あれ、気のせいか。よいしょ。あ、ここ違う違う、行ってないよねここね。行ってない行ってない。まあでもここはまだ何もできないので、あれ、気のせいか。ちょっとレベッカちゃん登れないよ。あれ、なんかさ、どっか鎧のさ、剣でバッテンして閉ざされてたドアって、こないだ開いたあそこだけだっけ。あれ、なんか2箇所ぐらいガチャンガチャンって開いたような気がするんだけど、やばい、記憶にない。おー、危ない危ない危ない。ちょっと待って、まあいっか。ちょっと今思い出せないので、先にこの間どこ行っちゃおうかな。行ったら戻ってこれないかな。なんかいるわ。あ、これでブルーハーブだったのか。ちょっと一回帰ろうあ、なるほどね。レベッカ毒食らったかな今。レベッカー、ちょっと待って、ちょっと待って、食らってるわ。デンジャーになってるし、ちょっともう撃っちゃおう。死んだ？あ、死んだね。なんだよ、戻ろうと思ったのにレベッカが下で捕まってた。じゃあいいや、一緒に行こう。ここは多分安全だと、あ、違う、安全だと思う。ちょっと待って、私も装備をこれにして。やばいな、レベッカ死んじゃうな。これは何もないよね。まだいるじゃん。ちょっとこっち来てほしい。来ないね。来ないじゃん。うー、来た。今なんか携帯が鳴ったな。おい、バッチ。
つって。よし、食らった？大丈夫そう。ちょっと待って、毒がこれのための多分ブルーハーブだと思うんだよね。そう、渡しとこう。で、よし、じゃあちょっと行ってきますね。まだいるし。当たってんのこれ。もう一発。もったいないな。近づいてね、撃てば2発だったのに。これは開かない。っていうかもう弾がさ、ないんじゃない？ね。お、これはいけるね。まあせっかく鍵が開いたのにどこも行けなかったら意味ないよね。何もいないね。あ、なんかある。拾わないんかーい。更生施設収容者名簿。あ、なんかし標本か。え、怖。なんかまあなんかのリストですね。移送済みのものは登録抹消。なるほど。あ、ハーバーありがたい。タイプライターもあるじゃん。あ、じゃあレベッカに来てもらった方がいいね。じゃあちょっと、ここじゃないや。なんかまだピクピクしてる。ちょっと可愛いけどね、なんかモフモフで。クモね、結構苦手な人多いと思うんですけど、私クモはね割と大丈夫なんですよね。虫は本当にニョロニョロがダメで。This way. Yeah. クモはね割と大丈夫かもしれない。ちょっと待って、ハーブ セーブしようか。よし、そしたら、間違えたよ。インクリボンは置いてって、ハーブをどうしようかな。とりあえずいいや。I'll go alone. Okay. 置いてって、よし、行こう。なんかいるかな？何もいないけど、いかにもなんかいそうな感じだけどね。あ、レベッカならいけるってことか。そうだね、多分。うわー、じゃあレベッカ回復しないとダメじゃん。しょうがない。じゃあそこのハーブで、ハーブ1個しかないけど、ちょっと回復してもらおうか。そしたら、広いで、レベッカに使ってもらって、一応交換して、これいっか、ね、一発しかないしね。いいや、ちょっと持っててもらおう。よし。これでセーブした方が良かったね。でもちょっとインクリボンもったいないから。いいや、今は。あ、違うよ。ビリーを連れてこなかった、今。一緒に行こうっていうのを忘れちゃったよ。置いてけぼりだよ。あ、すごい。ちょっと微妙に見て。ほら、レベッカ見えるんだね。よし。Come on. Roger. で、ね、そうそう。よし、じゃあ、行ってもらおう。I'm almost there. I'm glad I could be of service. Time to go inside. Hmm.
おお、拷問部屋か。いや、てか久しぶりにムービーみたいなねシーンがあってよかった。ずっとサムネイルにするさ画像がなくて、今回はありそうですね。これは謎解きか。苦手なんだよねこういうやつ。うん、あそこの赤の三角のとこにすればいいのかな。スイッチ1を、まあ、やってみるか。30ぐらい進んだんかな。スイッチ2、ちょっとやめてみよう。あ、やめるとそうなっちゃうんだ。なるほどね。全部はやらなきゃいけないんだ。で、下とかにしてみる。じゃあ結構減ったな。これとこれを操作して5ぐらいになるね。これは結構いくね。5から4つ分ぐらいいったね。スイッチ4をじゃあ上にしてみて、これは5なんだ。じゃあ下にしてみる。あー結構減るな。 OK。 よし、じゃあ頑張ろう。もう一個ずつやるしかないね。この辺でちょっと一回下とか行ってみる。からの上行って、上どうだ、行ったんちゃうか。行きましたね。素晴らしい。あ、なんかあそこに紙が落ちてる。あ、そこも開いたんだ。なるほどね。モニタールーム。あ、それも止まる。素晴らしい。え、なんか出るんじゃん。 You are wasting your time.I have already claimed this place for myself, which means you are trespassing, and I am very territorial. Just doesn't make sense. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do?I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion.Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a massive rubble. I can't.ビリーになったわけだなこれで。なるほどね。自爆するの。え、ちょっと待って。あ、ちゃ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 、オッケー。ヘルプはでもいいんだけど、
え、これ時間制限とかないよね。でも別に出てないし。うわ、なんかいる。セーブしようかと思ったけど、もういいや。いや、ちょちょちょ、出る出る。まあセーブして死んでもさほどのやり直しではないから、まあいいかな。うわ、弾めっちゃいっぱいある。てかあそこなんかゾンビみたいなのいるじゃん。そこにさ、灯油あるけど瓶もある。これ瓶違うね。出ちゃおう。どうすればいいんだろうな。あれか、そこの蒸気のところに行けばいいのかな。多分そういうことよね。回復がないのがきついよね。どうしよう。ニョロニョロ出てくるのかな。なんか今灯油があったからさ、もしかしてニョロニョロが出てくるのかなって。でも瓶ないよね。いるし。まあこういうのはぐるりと回って、あれ、回っても起き上がるんかよお前。おお、クリティカル、素晴らしい。分かった分かった分かった、今向かってるって。 I'm on my way だよ本当に。こっちでいいんかな。多分ここがなんか開いたから。あ、ハーブめっちゃある、ハーブめっちゃある、ありがたい。え、取れないの？なんか持ってんだっけ？これか。ちょっと今置いてっちゃおうか。後で取りに来れるのかな。なんかでも最終的にどこも全部もう一回行けるようになるんだったような気がしなくもない。よし。これで、これで行ける？あの、またなんか猿みたいなのいるのかな？ハンドガンで戦うのはちょっとしんどいかもしれないけど。いるね。下下下。これやばくない？やばくない？全然当たってないのだけど、違う、めちゃくちゃいっぱいいるじゃん。あ、だから火炎瓶みたいなのあったのかな。ちょっと待って、一回逃げようよ。ちょっと死んじゃう死んじゃう死んじゃう。これなんかさ、逃げられない、走って。なんかやるのか。逃げろ、ちょっとやめて。これこっちから行けたりとかしないかな。でも死にそうなんですけど。死んじゃう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 、これは絶対に死ぬ。ここここ、よし。やばいやばいやばい。あ、そっか、瓶組み合わせできないのか。なるほどね。もう2個使っちゃうか。逆にほら、最悪やり直した時にまあなんかどうにかこうにかね。わかったわかったわかった。またクモいるし、ムシムシムシも。ムシムシムシ。ハーブで困ったらまあやり直せばいいんだ。え、これ道合ってんのかな。なんかめっちゃいるし。なんか違くない？ここじゃなさそう。なんでこんな広いの？あそこにたどり着くまでに。やめてやめてやめて、来ないで。よし。え、そろそろたどり着きたい私。ここどこ？え、そろそろたどり着きたかったのに、わかんないんだけど。何これ？開いた？
ちょっと待って、どことつながってんのこれ。こっちかな、これか。あーなるほど、左右とか言われてもさ、なんかあるし。でもグレネードランチャー持ってないけどね。アイテムいっぱい取り逃したけど、また戻ってこれるよね多分。こんな急にさ、あれちょっと待って、こっちも行ける？あ、行けないんだ、もう道がわからん。わかってるわかってる。え、これないよね時間制限。上からさ見渡せないのかな。ショットガンの弾ある、これは欲しいかも。よし、でこれも拾っちゃおう。よし、助けてあげたい気持ちは山々。ちょっと真ん中押してみる。あ、なんか2個開いた、わかんないな、一回一回行ってみるしかないな。こっちは行けるようになったのか、ここが行けないね。次やばい、ここでめちゃくちゃ時間を使ってるな。ここじゃなかったらどうしよう。時間制限あるんかい。やばい、時間制限があるらしい。なんだよ、書いといてよ。OK、じゃあロードしましょう。バイオハザードゼロ。わかんないけど、でも多分さっきの道で合ってるとは思うんだよな。途中までは合ってると思う。あそこの部屋じゃないんだと思う。でもなんかどこにドアがあったのかわかんないんだよ。なんか途中のさ、管理室みたいなとこ行かなくてもいいかもね、もう。ここももうスルーして、あ、でもなんかショットガンの弾だっけ、どっかであったっけ、ちょっと忘れちゃったな。え、こっちで合ってるよね。で、ハーブある。ちょっと待って、アイテムいっぱいなんだっけ。ちゃちゃちゃ、間違えた。そうか、いっぱいなんだ。ショットガン拾えるからな。ちょっと一個置いてこう、じゃあ。ショットガン拾えるからなっていうのは、ショットガンの弾が拾えるからなってことですね。だから、ショットガンをここで置いていくわけにはいかない。これで、そこにあれだよね、お猿さんがいるんだよね。今、ここか。あ、こうじゃん。あれ、そこ開かないんだっけ、なんか。こいつ倒したいんだけどな。頑張れ。死んだ？ちょっと待って。で、装備して、いや、2個いるじゃん。頑張れ頑張れ。オッケー、やばいかな体力、まだ大丈夫、まだ生きてる。死んだっぽい。で、ちょっと待って、なんか生きてるっぽいな。これ拾う、ここじゃない、もう。どっちだ、こっちか。あれ、これさっき行ったとこだっけ。ちょっと待って、違う気がする。逆か。これさっき言ってないよね、ここのドア。
間に合った。Rebecca! Hang on. I'll pull you up. Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember?This is Rebecca, over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir, I have not found him yet. I'll continue to search for him, over. Rebecca. My first mission and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career.Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year.Our unit.Was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Some died from the heat. Others were killed by the enemy. Four of us survived. Only there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village.Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! No! Don't stop! So did you execute those innocent people? Forget about it.Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left.Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. ああ、なんとか。全然見て違った。めちゃくちゃ近いじゃん。なんだよ。最初間違えまくったね。よし。この部屋はもう何にもないのかな?いや、よかった。これでじゃあ一緒になれたね。いや、それにしてもあれですね。ビリーはさ、本当は自分が、悪くないっていうか真実があるのにさなんか、うん、それを押し付けようとしないみたいなすごいかっこいいですね。はい、というわけで、ちょっと早い途中積んだ時間をカットしたらもしかしたらちょっと早い可能性もあるんですが、一回区切りとしてここで終わりにしたいと思います。まあ私はね相変わらず動画まだ撮り続けるんですけど一回ここで終わりにしたいと思います。もしちょっとあまりにも早かったらすいません。はい、というわけで、この動画がちょっとでもいいなと思ってくださった方はグッドボタン押していただけると嬉しいです。それからチャンネル登録コメントもぜひよろしくお願いします。あと今この画面と概要欄に SNS のリンク書いてありますのでよかったらフォローしてください。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。